小池さんが東京都知事になられまして、この夏で丸8年となります。この8年間の都政の経験を振り返っていかがでしょうか。そうですね、もうあっという間の8年になりますけれども、そのうちコロナの3年間がございます。そしてまたその間に東京2020オリンピックパラリンピック大会とその準備と、本当に忙殺されてもまいりました。あんたは知事になった時、花粉症はなくす、満員通勤をなくすと言っていませんでした？どうなのよ。別の話、自分関係ない。知事は弱点の多い人ですね。自分を振り返らないで人のせいにするんでしょ？どうです？一番の弱点は何かって言ったら、でそのために戦争があってですね、国策そのものですよね、ですからその点についてはですね、朝鮮に着目をして、話題を変えません？エッチな話題よくありません？ちなみに音竹さんは、それから前の時に女性問題が出てきたということでありますけれども、私も本人とその点どうなのっていうふうに確認していますけれども、二度とそういう過ちを犯さないということを受けているということを確認をしております。いずれにしましても、音竹さん、体現し実現するその人物である。小池知事、ごまたの不倫男の音竹が二度と不倫をしないって確認したって言うんだけど、どうやって確認したんですか？え？男遊びの三拍子、うつつ抜かして泣きつら、バカは死ななきゃ治らない。